ビーナの演奏ビーナは古代インド音楽の弦楽器の総称、ペルシア弦楽器のタールや中国弦楽器のことに相当する。一般的には南インド古典音楽に用いられる代表的な発言楽器のことを指す。古くはインド周辺の弦楽器の大部分をビーナと呼んだこともあり、言葉の実際の内容は時代や場所によって異なる。現在使われているビーナにも各種あり、 南インドでは前期のビーナ、北インドではビーンとも呼ばれる。主なものは直径約50センチメートルで共鳴器になる中が空洞の木、または標端の台座2つを約70センチメートルの竿で繋いだ形をしており、全長は約120センチメートル。竿に7本の弦が張ってあり、竿の上には金属製のフレットがついている。フレットは 南インドのビーナは24個、北インドのビーナは20から26個である。弦をピックで弾くことにより音を出し、微妙な音色を奏でることができる。弦の先端のヘッドの部分に竜の飾りが付けられたものが多い。竜の首が演奏者側を向いているものは南インドのビーナ、反対側を向いているものは北インドのビーナであり、フレットの数を考慮に入れれば、 北と南どちらのビーナかを見分けることができる。主なものとして、北インドのビーナは、ヒンドゥスターニー音楽に、南インドのビーナは、カルナータカ音楽に使用される。サラスバティービーナ、サラスバティービーナは中世以降の、南インド古典音楽で演奏されるビーナ。ヒンドゥー教の女神、サラスバティのビーナである。カルナティックビーナとも言う。 シタールのような形をしておりギターのように持って演奏する。ルドラビーナルドラビーナは中世以降の北インド古典音楽で演奏されるビーナ。ヒンドゥー教の柴神のビーナである。普通ビーンと呼ばれる。肩に担いで演奏し、竿部分にフレットがある。環境の実の胴に竹筒の竿を取り付けたビーナで、金ンらビーナを元祖としている。ビッチトラビーナを演奏する人。 ビチトラビーナはインドで流行した弦楽器の中では比較的新しいもので北インドで用いられている。この楽器の形態と外観はビーンとよく似ているがビチトラビーナは多くの主要弦と共鳴弦を持つ。銅は木製、幅約18センチメートル、長さ約90センチメートルくらいのものが普通で、表面にはくぼみがあり、底面は丸い。銅の両端の腹部は 直径約45センチメートルの大きなもの。両端に近く幅広い増下性のブリッジを立てる。両端に苦弱をかたどった装飾をつけたものもある。主要弦の6弦のもとにそれと並行する12本の共鳴弦があり、楽曲演奏のたびに調弦し直す。演奏者は右手の指に針金製のプレクトラムをはめ、ブリッジの近くを引く。左手は、 紙のように薄いガラスの筒を持って弦の上を滑らせながらポジションを決める日本の1言語と2言語との奏法に似る。この奏法は非常に難しいので早い曲よりもゆっくりとしたパッセージによるラーガの展開において本領を発揮する。ありがとうございます。